はい、今日はじゃあちょっとマニアックなんですけど、放送の音の解説の補足というか応用編みたいな、ちょっと質問がすごい多いんですよね。講座の方でも質問が多い、メルマガでも質問が多い、コメントもたまになんか来るみたいな、そういうちょっとマニアックで難しいとこなんですけど、なんか困ってる人が多いみたいなんで、ちょっと掘り下げて解説したいと思います。で、何かというと、ゴーストノートとそのコードだとかそのメロディーだとかのオープンノートっていうんですかね、そのゴーストノートベースラインコードを3つに鳴らす、同時に鳴らすっていうのがちょっと難しいっていうことなんですけど、どういうことかと言いますと、例えばゴーストノートっていうのは、例えば C コードを弾くと、 C コードでこうベースラインをパンピングして弾くと、こういうまあ単純な練習法があるんですけど、練習法というかこういうアイデアなんですよね。要はコードを弾いて、そのまんまベースラインをで、これにこうゴーストノート、パーカッションサウンドを加えると、こういうベースラインが、この要はベースラインとこのパーカッションのサウンドを同時に鳴らすという。で、ここまではここまでの解説は別の動画でやってるんで詳しくはしないんですけど、で、例えばこういうメロディーがあった時に、で、ベースラインを加えると、2つの要素をくっつけると、で、これにさらにこのリズムパートというか、パーカッションのサウンドをこれにさらにくっつけると、で、この何で皆さん困ってるかというと、この一発目のパーカッションがこう入るときっていうのは、ここっていうのは、このベースラインとパーカッションとこれとこの音、メロディーのこの音を同時にこう弾かなきゃいけないっていう。これが難しいっていう話なんですよね。要はこれ確かに難しいというか、慣れるまでは大変なんです。慣れるまでは、ちょっと感覚がつかみづらいところなんですけど、慣れればもう普通に何でもできるようになるんですね。このここもそうですよね。だからちょこちょこ出てくるんですよね。で、その曲を練習してて、こういう箇所が出てくるたんびに、こう、このテクニックについてこう苦戦するというよりは、このテクニック自体にこう慣れちゃって、体が慣れて曲の中で出てきても、自然にこうフレーズ自体に慣れるまでっていうのは体は時間かかるんですけど、もちろんそのテクニック自体にはこう体が慣れている状態にしておけば、こうスムーズに曲が入ってくると思うんですよね。で、アレンジもしやすくなるし、というわけで、ちょっとこの細かいマニアックなテクニックなんですけど、これを覚えると、体が覚えるとかなり武器になるので、もうちょっとやってみたいと思います。で、今の C で言うと、この今メロディー単音でやってますけど、で、そのうちコードでもこう、このベースライン、コード弾き、このゴーストノートっていうのを一緒にやるっていうのも出てくるので、例えば、コード弾きでもねっていうようなこうテクニックが、まあ、今のフレーズは講座でやってるフレーズなんですけど、で、今日はですね、この C コードだけでね、これだけでやります。ワンコードでシンプルにやりますけど、で、 C コードって言ってもこう
今日はコードを弾くんではなくて、こう単音とベースラインと高層の音、これを合わせたいので、 C コードのベースライン、ここのこのね C のルートの音ね、この C のルートの音とこの2弦の1フレットのこの音だけでいきます。このオクターブね、このオクターブ違いだけでいきます。で、ちょっと、ゴーストノートで勘違いされがちというか、まあ、勘違いじゃないんですけど、こう、ゴーストノートを鳴らすときに、この、こういう風に、よくやってしまう人がいるんですけど、それもそれでテクニックとしてはあるので間違いではないんですけど、この場合はちょっと違いますよっていう話なんですけど、こう、こう止まってしまうっていう、この、このゴーストノートによってこのルート音が止まってしまうっていう、説明したいテクニックとはちょっと違うので、その区別をちょっとはっきりさせておきますね。ちょっと間違いではないんですけど、説明したいこととはちょっと違うので、で、説明したいことっていうのは、このルート音をずーっとこうパンピングし続けるという、これにこのゴーストノートが乗っかるという、同時に鳴らすということなんですね。なので、ではなくて、こういうテクニックなんです。で、ここまでは、まあ、とりあえずはいいとして、で、これとまあ、この音を合わせます。コードを弾く代わりに。とりあえず手始めなので、で、多分皆さんそんなに苦労しないのはこの、こういう弾き方、被ってない、タイミング的に被ってない弾き方なんですよね。なので、このパーカッションのサウンドとノートが被ってない。ただ問題はこれが被ってくるとき、例えばこう、このここですね。で、ここは同時にこうバンって弾かなきゃいけないから難しいって言うんですけど、練習法っていうかアプローチとしては2つあります。2つで、従来通りにこのパーカッションサウンドをこっちでこう親指でこう鳴らして、で、ノートを加えるという。で、もう一つが、親指でこのパーカッションサウンドを鳴らす代わりに、この弾く方、ノートを弾く方を強くこう叩いて、こういう風に叩くというか、こう。こっちでこう鳴らすという、こういうテクニックもあります。一番わかりやすいのは、この親指でやっぱり、リズムを刻み続けて、それに、メロディーなりコードが乗っかるっていうのが一番シンプルなんですけど、まあ、結局のところは、もちろん練習しかないんですけど、練習してて、ちょっとずつ、鳴らしていくしかないんですけど、まあ、コツとしては単音からやっていくっていうやり方がいいんじゃないかなと思います。で、それが慣れたら、この音と、まあ、コードというか、この、3弦2弦を、同時に鳴らしてみると、こうなるんですけど、まあ、ほぼコードなんですけどね、これで。それもこれも曲をやっていてもなんですけど、まあ、ベースライン自体ね、ベースラインだけのゴーストの音に、すごく慣れて、もう十分自由に鳴らせるって人はあまり苦労しないようです、ここの部分っていうのは。なので、このいきなり同時に鳴らそうとせず、このベースラインのこの単音だけの、ゴーストの音を鳴らす練習をたんまりやっていけば、後で全然応用が効くっていう形でコードも同時に弾けるようになるので、まあ、お気に入りの単音リフでこのゴーストノートを入れていく練習をするっていうのを、そういう練習をおすすめしてます。まあ、ロックのリフでも何でもいいので、
単音リフを全部こうこれで練習してみるというのが、まあ、リズムの練習にもなりますし、まあこう何でもいいんでこう好きな自分の単音リフとかをですね、ゴーストの音をこう入れてやってみるというのが一番こう練習になると思います。で、それにこう、それに十分親指が慣れたらこうちょっとずつの音を加えていくという、こう C コードのこの、まあこのオクターブ2つだけで練習して、ここから、で、ここからこう簡単なメロディーを加えていくというのが、このね、ここから、まあ、32コード、5弦の1、3、6弦開放なんですけど、これにこうベースラインを加えると、で、ゴーストの音を加えていくと。ちょっとマニアックで地味なんですけど、こういう練習が一番効果があります。一番シンプルで、シンプルなやつで繰り返していくっていうのが一番目につくと思います。まあ、手短にバババーとちょっと説明しちゃいましたけど、まあ基礎からきっちりちょっとやってみたいっていう人はぜひ講座を申し込んでください。ぜひこっちですね、ここの丸い、ここのリンクをクリックして、まあどんな講座をやってるのかなっていうのをちょっとぜひチラッと、見てみてください。